今日はこの本当に人が生き生きする場、そして、人が豊かに生きられる場をどう作るかということで話を進めていきたいと思います。こんばんは、岩中と申します。岩槻国際交流会日本語プラザの代表をしています。先ほど紹介していただきましたように、私が国際交流のテーマと取り組み始めたのは、私 の、 家族と一緒の海外生活がきっかけでした。お願いします。向こうに映像もあります。矢印分かりますでしょうか。私たちが行ったのはオハイオ州、アメリカのオハイオ州シンシナティの郊外だったんですけれども、子どもたちが通う学校に日本人は私たち家族だけという、そういう状況でスタートしました。次お願いします。それで家や車の契約をはじめ、銀行のことだとか子どもの学校のこと、病気の説明、とにかく言葉だけではなくて社会システムがわからないというのがとても大きなネックで、誰に何をどう聞いていいかわからない、何がわからないのか説明できない、そういう状況で毎日大変な思いをしていました。次お願いします。アメリカは移民の国っていうだけあって、英語がわからない人への公的なサポートがたくさんあります。で、子どもたちも学校でうちの子たちのためだけの英語の先生っていうのを配置していただいて、そんな中で非常に進歩も早かったんですけども、それだけじゃなくて大人に対してもいろいろなコミュニティにただの学校があったり図書館にあったり、それからYWCA が家庭教師を派遣してくれたりと、とにかくいろんな形でのサポートが整っていました。お願いします。年間34回ぐらい教室は開催しています。参加している学習者の数も延べ人数ですけれども650人ぐらい、今年度は多分700人ぐらいまでに行くだろうというぐらい増えてきています。ホームページも作りましたので、そこに全部詳しく書いてあるのでまた見ていただきたいと思いますけれども、今年度は16カ国ぐらいから参加しています。漁協の岡さんから大学とコミュニティについて少しお話しします。岡でございます。よろしくお願いいたします。地域文化教育の視点からというふうにタイトルを打っておりますが、今の私のキーワードはこの3つかなというふうに思っています。地域文化教育、ここでいう教育というのは、いかに人が育つのか、育ち合っていけるのか、共に育ち合っていけるのかっていう意味ですね。しかも生涯にわたってということです。私は基本的には地域っていうのは人がその育ち合っていく、根本だなっていうふうに思っています。それは私自身が大学院時代から地域に出かけていってものすごく育てられたという原体験がベースとなっているんですけれども、そのことを若者たちや多くの人たちと共有していきたいという思いがあります。また文化ということなんですけれども、その人が関わり合う時にやはり何かツールというか媒介が必要だなと、それをずっといろんな地域を見てきていて、やはり文化というものの力というのをまざまざとあらゆるところで教えられたということがありました。特に歴史の深い文化というのの力というのを、あらゆるところで見てきた覚えがあります。人が育っていく過程の中で大事なのは知識というよりも、いろんな記憶をどれだけ自分の中にこう豊かに育んでいくことができるのか、そのことが人を大きく育てていくんじゃないかなということを思ったりしています。次お願いします。それから先ほどご紹介があったんですが、私は2年間市民活動推進委員会の方でいろいろ活動させていただいたんですが、私自身の関心は、そうやって若者たちと大学にいるということもありますので、彼らにとってこの推進委員会や共同指針というのはどういう意味を持つんだろうかということに関心を持っていました。それで授業で中間まとめを読ませて意見を出させたりだとか、いろんなちょっとしたアクションをやっていったんですけど、その中で非常に面白いなと思ったのが、その中間まとめの文章を見て若者たちが言ったのが、この文章は俺たちを分からせる気がないっていうふうに言ったんですね、とか、こういうことがあるということを知らないっていうふうに言ったんですね。で、彼らが自覚的でないということもあるかもしれませんが、基本的にやっぱり若者っていう、今若者というものが置かれた状況というのが、他者や社会へ出会う手がかりを失ってしまってるんじゃないかなと。
そうさせられている若者たちの思いや存在というものにいかに向き合うのかというのを私自身大事にしたいなというふうに思っていますし、その視点から委員会の活動をしてまいりました。しかしそういう中でもう一つ非常に、私自身が学んだなというふうに思うのは、私自身はそういう関心を持って入っていましたが、委員会っていうのはその行政企業シンクタンクもいろんなもう異文化集合体なところだったんですけれども、このコミュニティ課さんがすごくある意味放置してくださったというか、いっぱい喧嘩ができました。いろんな意見のぶつかり合いというのができて、話し合いも本当にたくさんかけたんですけれども、そのことを私自身にとってもとても良かったなと、本音のぶつかり合いをできたことによって、こうやって地域を作っていくことができるんだという実感を私自身もそうでしたし、いろんな人が感じたなということをちょっと思ったりしました。